おはようございます。速稼塾の久保です。今日は12月13日ですね。もうお話したように、この週そして来週もうあんまり動かないんですよね。12月の半ばに入ってくると、まあ、ですんでそんなにね大きく利益を取るっていうよりも、もう来年のためにしっかりと相場を見ていくみたいな感じになってくるのかなと思います。同時にやっぱり大事なのは、今年1年をやっぱりしっかりね振り返っていくことかなと思うんですよ。その中でもどのぐらいそのチャートにね補助線を引けてきたかなっていうのと、それが慣れてきたのかなっていうのと、引く補助線の中でどんなフォーメーションに築けたかなっていうことですよね。でフォーメーションっていうのは毎日毎日出るわけではありませんけども、一回フォーメーションが出るとそれがしばらく使えるわけですよ。例えばレンジにしても上底と下底っていうポイントっていうのはしばらく使えるわけなんですよね。まあ、ですんでそれをどのぐらい築けてきて、しばらく使えるような補助線を見つけられたかどうか、この辺をねやっぱりこう振り返ってみてはいかがでしょうかということでございます。それでは今日の相場解説は、週足からいってみましょう。こちらです。はい、週足なんですけども、もう伸びきった上昇ラインがこういうふうにね、上昇ラインがねもう限界を迎えて、そろそろ下の方に向かうところかなと思います。一時期ね120円ぐらいまでぐんぐん伸びていくんじゃないかなと思ったんですけども、どうもそれも落ち着いてきたみたいですね。で、まあ、チャートバーを見ると緩やかに右肩下がりになっているような感じに見えます。じゃあ次デイリーです。デイリー見てみると、やっぱりここを頂点にしてもうね上の方に上がってこれなくなりましたね。次の頂点ってのはここでしょ。その次ここですよね。まあ、今そのローソク足っていうのは下がりきった時にもうあんまり上がらなくなってきたっていうところですかね。あとはここをどのぐらい叩いて下の方に行くかになってきます。ここ割ってね112円の554を割っていくと、もう下の方にずっと行くかなっていうところですね。とりあえず113円の525は割り始めましたからね。で4時間を見ていきます。4時間、まあ横ばいというふうな感じですか。こういうふうにね、4時間はもう横ばいに入ってきてるような感じですよね。でちなみにこの3つ赤いのがありますけども、これは効力を失ってしまってますんでね、まあ112円の555ぐらいは使えるかな。これぐらいはまだ生きてるかもしれませんけどね。これとこれはもうあまり意識しなくて大丈夫です。で最後1時間足になります。で1時間もう横ばいですよね。こういう風にね、一旦下に行ったものが上がってきて横ばいに入ってっていうところですか。まあですんで改めて2つの上底過程を決めてもいいかもしれませんけどね、来年のために。でぐーっと下に行ってしまうかどうかっていうのはここなんですよ。ここを割っていくかどうかにかかってます。112円の554ですかね。554、555あたり。これを割ると、とてつもなく下に行くと思いますんで、とりあえずは、下底がここで、まあ、上底がちょっと決まってないところかな。まあ、軽くここにしときましょうか、今のところは。113円の915ですね。ちょっと広いですけども、まあ、1円40ピップスぐらい幅が広がっちゃいますけどもね。このぐらいの大きな、幅で今のところ見ておければいいかなっていうところですね。まあ、みたいな感じで緩やかに見ることぐらいしかもうできないですね。あんまり大きなピップスを取れるようなそんな動きは来てないですし、フォーメーションも今何もありませんのでね、上底下底もちょっと今決まんない状態ですから、まあレンジではあるのかなっていうところですから、でもね、まあぼんやりこんな感じですか。じゃあ月曜日、もう今日からはね、そんなにね、取った取られたみたいな感じになんないんで、まあエントリーも本当に毎日のようにするもんではなくて弱めになってきますね。エントリーしてもね、そんなに美味しくないんですよ。繰り返しますけど、何かフォーメーションがもう見えてるわけでもないんで、今、フォーメーションがまだ継続中でしたらね、先週に引き続いて今週も同じように取っていけるんですけどね。まあ、12月はそんな感じの値動きになる、そんな特徴でございます。ですんでね、その代わりに今日からはですね、しっかりと FX の基礎講座の復習とかね、中級編入られてる方は中級編とか、あんな感じに
もう基礎固めにしていきましょう。実践はそんなに美味しくないです。それじゃあ、本日は以上です。おはようございます。12月14日火曜日です。時間は6時半ですね。今日はですね、1時間軸だけでお話していこうかと思います。レンジの幅をさらにシャープにしていきます。こちらをどうぞ。今ご覧いただいているのが1時間幅で、大雑把にね、113円の914から、113円の212まででラインを引いておりますね。これをさらにね、シャープにしていきましょう。そんなに難しいことではありません。こんな感じに私に見えますけどもね、いかがでしょうか。もうちょっと縮めてみようかな。はい。わかりやすいように切り板で作りましたけども、113円の750と、あと下の方が113円の210ですかね。この二つ、あ、間違えました。すいません。下の方がね、ここです。113円の315です。まあ、ですんで、43ピップスくらいですか。43ピップスくらいしか、この間ありませんので、レンジ内でのやっぱり取引にはちょっと全然向かないですね。ですんで、ブレイク狙いにはなるんですけども、まあ、お話したようにこれもブレイク起きないと思うんですよ。もう12月のこの時期に入ってくれたら。だからこのレンジをどこまで維持できるかってことを静かに見守っていくだけの残り日数になると思います。その中でも万が一ね、大きく上か下にブレイクするでしたら、それは改めてついていきましょう。ブレイクでエントリーするポイントはもうここです。上に行った時には110歳の914をオーバーしたらバイでブレイクして、下の方に行く時は113の212を超えていったらセルでブレイクする。ただそれだけですね。はい。今日お話しするのは以上でございます。まあ、非常に分かりやすかったでしょ。だからエントリーするチャンスはもうないとは思うんですけども、それでもね、1回か2回ぐらい出てくるかもしれませんので、その時は、まあ、漏らさず、今年最後のエントリーだと思ってやるのもよろしいかと思います。目的の大筋は、この12月の半ばから、それから1月のね、半ばぐらいまでは、ほとんど休場するんですよ。まあ、ですんで、全体の流れを追っていって、細かく日々、戦略を立てていきながら練り込んでいくってことになると思います。明日もそんな感じでお送りします。それでは失礼します。はい、どうもおはようございます。今日は12月15日です。昨日に引き続いて緩やかに相場の方を見ていこうかと思います。まあ今日も1時間だけで見ていきますね。そんなに大きな動きはありません。じゃあこちらの方をどうぞ。1時間足ですけども、やっぱりそんな大きな動きはないですよね。で、ここで3つほどポイントをまとめていこうかと思います。この辺ですよね。この辺をね、横に結んで、113円の775で、上底を決めていこうかと思いますよね。で、下の辺っていうのは、まずはね、髭先と、それから実体、ここを結んで、そうですね、大体ここですよね。ここに伸ばしていこうかな。113円の430ですね。まあ、大体この間のレンジで動くと思っていいんじゃないですか。それからトレンドは若干上昇気味になってますね。これを意識すると、まあ、上滑りしながら、113円の、ちょっとこれ書きましょうか。ここにね。塗りつぶして。もうこれサムネイルも作っちゃいますね。ここでね。12月15日。ボックス。113の75から、113の430で、ピップスがちっちゃいんで、もうこれはね、この箱の中で定規を取るみたいなレベルになってきてません。ですんで、当然ですけども、稼ぐことを前提の値付けではないですからね。これは切り取って、で、貼り付けようか。こういうふうにね、はいはい、こういうふうに価格が決まりました。はい、まあ、この間で推移してきますよっていう程度の話ですよね。まあ横ばいで今年は終わるんではないかなってとこです。もう本当はあとね、1週間で終わりですよ。相場自体はギリギリまでやってますけども、もうね、ここまで来ると新しい資金注入がなんかあるとかね、ファンダメンタルなんてほとんど動いてこないですから。で、各国の主要銀行ももうすでに予算の編成とか終わっちゃったりとかね、大規模な財政出動とかないでしょ。終わりです。もう終わり。
店じまいでございます。で、今年はどうだったですかってことにだんだんなっていくと思います。まあ、緩やかに相場の方は、もうあとは今年は見ていくことになります。それすべてね、来年の勝負の、やっぱ仕掛けなんですよね。来年だから、1月20日でしょ。昨年の1月20日、政権が変わって、ぐーっとね、値段上がってきたでしょ。バイ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 ってバイデン政権になって変わったでしょ。だから今年は楽に儲けられたと思います。特に前半は、バイで言ったら負けることがなかったみたいなことね、ずーっと話してましたよね。かなり稼げたと思いますよ、皆さん。私も楽に今年はね、1000万超えましたからね。で、後半、いまいち不調な時期があっても、1000万割ることはなかったですから。グッドですね。思い出せば去年の今頃って、トランプさんがね、なんか、すごい動きをするんじゃないかなってことで、いろいろと騒ぎ起きてきましたね。あの、選挙の不正疑惑とか、トランプさんが、なんか、すごいね、戒厳令を出すとかどうなったんでしょうね。あれを言ってた人は。私もなんか一部言ってましたけど。はい。デマもありますからね、世の中。デマっていうか勘違いかな。でもディープステートの問題ってのはこれからもなくならないと思うんですよ。まあその辺も興味持って見ていきましょう。それでは、いってらっしゃい。はい、速稼塾のコブです。12月16日、まあ、明け方といいますか深夜になりますかね。今4時5分なんですけども、まあ急激なドル円の動きがありました。ご覧いただいているように、上と下の赤い線、113円の775と113円の430で、ボックスは固定したんですね。で、113円の775を割って、上の方に伸びたのを確認して、エントリーするというふうな方式はいつも申し上げているところなんですけども、まあ、ちょうどね、N を書くようにして、今、急騰しているサインが出てますね。現在価格、伸びきっていますけど、114円の137あたりになってます。ですんでね、50ピップスぐらい動いたんですけども、瞬間風速で114円の245あたりに行ってますよね。まあ、この時間に、ここをエントリーできている方はね、少ないと思いますし、予約投稿は私進めてないんで、まあ、されていないと思いますけども、でも、このレンジを抜けたらね、今みたいなブレイクアウトが起きるってことの、何よりの、またね、今回も証明になってると思うんですよ。で、しかも、緩やかに右肩上がりになっている上でのレンジですからね、これは抜けるなら、上の方に抜けて一気に、ドバーンと急騰するんじゃないかなと思います。そこにファンダメンタルも重なってると思うんですが、その辺は今、特に裏付けを取っていません。とにかくテクニカルで、このブレイクポイントを抜けると、今回は110歳の775ですけどもね、ここを抜けると、N を書いて、組み上げて一気にズバンと上に上がる、その図が見えてきたんではないかなと思いますけどもね。はい。まあね、こういう動きも、たまにあるんですけども、基本的には、こういうのはイレギュラーですんで、備えては置くんですけどもね、私みたいにね、起きる時間が深夜だと、こういうのに出くわすんで、ちょっと得なんですよね。うん。まあでも、東京時間ではこういうの起きないと思いますんで、皆さん日中でこういうことは起きないと思います。特に12月はね。まあですんで、徹夜をすれば勝てるってもんではないですけども、まあ私の場合はライフスタイルがこういうふうに、24時間フリースタイルになってますんでね、最大限、価値の可能性が拾っていけるってことになります。まあ何が言いたいかっていうと、普段お勤めになってる方は、やっぱり基本に忠実に朝見て、昼調整して、夕方に離脱。これを繰り返すことで、力を貯めておいていただきたいんですよ。その上で、まあ FX なり他のことで自分の生活が自分で賄えるようになったら、お勤めをやめたり、ちょっとペースを減らすことによって、深夜のゴールデンタイムに、FX にトライすることができる。ニューヨークタイム。ニューヨークお休みタイムって言うんですけどもね。ニューヨークの時間が活発になるときにこうやってね、大きな利益を得ることができる。そんなチャンスが巡ってくるってことを今日お話してみました。はい。じゃあ今回は以上ですね。お疲れ様でございました。はい、どうも。おはようございます。12月17日6時31分の相場解説になります。最初にね、レンジをもう一回測っときますよ。ここです。で、現在価格、レンジの中に帰ってきましたよね。これもよくあるパターンです。それまでは、このレンジ内で価格を行き来していたんですけども、まあ、ここもね、飛び出したと思ったら帰ってきてますけども、で、緩やかな上昇トレンドを作りながら、ここを超えて、N を作って上昇していきましたよね。で、ここで新しい天井を作って、また、レンジに戻ってきました。だからここからまたレンジオプションですよ。このパターン結構ありますよね。ですんで私たちは、ここを
取れたかどうかが今回のチャンスになってきましたけども、まあほとんどいないと思います。前回の放送でもお話しましたけども、もう張り付いてる人だけですよ、こんな深夜のニューヨークタイムズでこの値動きが取れたのは。しかもこの値下がりはそういう人でも取れてないと思います、これはね、うん、これは何が起こったのか、何だったんだろうみたいな感じですよね。まあだから基本的にはお話したように、この値動きがずっと横ばいが続いて今年は終わっていくんで、ここは単なるね、偶然というかボーナスというか、張り付いていたらたまたまこれに出会ったってことなんで、これを戦略的に取ることはね、ほとんど不可能ですね。うん、ただ、このゾーンを決めてるってことは、ブレイクは意識できるってことなんで、ブレイクを待ってる人は24時間張り付くってこともありえますよ。うん、ただね、そういうことを私はこの動画解説の中でお勧めしません。張り付いてみましょうっていうのは私は言えません。私はある程度張り付いてますけども、深夜3時4時に起きるほどね、皆さん他のことがいっぱいあると思いますんで、これは私だけが取れる、リハバだったと思ってください。この動画解説を見てる方のほとんどは、レンジの中で勝負してますからね。ここね。この私が申し上げた値動きの中でやってますから、もう今年は利益を取るチャンスはないというふうに考えてください。それよりも、このレンジを活かして新年、ブレイクアウトからどのようにね、値動きが始まるのか、こちらの方に思いを馳せた方がいいと思います。それではね、年末いろいろと差し迫って忙しいと思いますんで、まあ大掃除のある方は大掃除をする、仕事納めに向かう方は仕事納めにする感じで、FX そのもので利益を得ようとは思わないことです。ぜひね、昨年皆さんに提供した FX の基礎講座、それから中級編、こちらの方をね、またじっくりと復習する期間に当ててみてください。じゃあ以上です。